アイリッシュダービーはアイルランドキルデア県のカラ競馬場の芝12ハロンで行われる競馬の競争。タイトルスポンサーはドバイデューティーフリー。日本ではアイルランドダービー、アイダービーなどの表記も行われる。古い文献ではエールダービー表記が多い。1961年までは重要な競争とはみなされていなかったが、1962年に 大幅な賞金の増額を行うと、イギリスのダービーを優勝したような一流馬が参戦するようになった。これ以前と以後を区別する目的で、特に1962年以後のものを指すために、スイープスダービー、スイープスダービーのように表現されることもある。これは賞金を増やす手段として、ステークス方式を取ったことに由来する。 1987年から2007年まではバドワイザーが2008年からはドバイデューティーフリーがスポンサーとなっており公式な競争名からスイープス表記はなくなっているイギリスのダービーなどヨーロッパ各地の三歳の主要競争の上位場を集めるためこれらの競争の後に行われる三歳限定で繁殖能力の選定のために行われるので馬の出走はできない アイルランドの最初のダービーは1817年に行われたオダービーステークスで1824年まで開催されていたが廃止された。その後は1848年にカラーダービーが行われたがこちらもすぐに廃止された。アイリッシュダービーはアイルランドのダービーとしては3番目のダービーとなる。創設当初は芝14ハロンで施行されていた。 AAB2014 インターナショナルカタロギングスタンダーズブックアイルランド2014年12月19日閲覧クロープセガーザアイリッシュダービーステークス2014年12月19日閲覧同サイトでは1958年の開催にもスイープを冠している2015年レース結果レーシングポスト2015年7月1日閲覧2016年レース 結果レーシングポスト2016年6月26日閲覧2017年レース結果レーシングポスト2017年7月2日閲覧2018年レース結果レーシングポスト2018年7月1日閲覧2019年レース結果レーシングポスト2019年6月30日閲覧ありがとうございます